どうも、ひらまです。今回は2024年10月に買ってよかったものを紹介していきます。10月は何年も待ち望んでいた愛用しているマウス MXErgo の最新機種を手にすることができたり、リモートワークでよく使っているアンビーのイヤホンの最新機種が登場したりと、物欲を刺激される1ヶ月でした。紹介したアイテムについては全て概要欄に詳細を載せておきますので、もし気になるものがあればそちらをチェックしてみてください。まず一つ目に紹介するのがこちらの MXErgo S です。これまでは MXErgo をずっと愛用してきて、新型が出ないかな出ないかなとずっと待っていました。そしてようやく登場したのがこの MXErgo S です。9月の予約開始と同時にポチったはずなんですけど、なぜか10月の到着、ようやく手にすることができました。良くも悪くも見た目は以前のモデルと全く変わることがなく、使い勝手もそのままです。パワーアップした点としてはUSB-C を搭載したこと、クリック音が 80% 軽減、そして1分の充電で24時間可能な急速充電にも対応しています。 USB-C レシーバーがロジボルトにパワーアップしました。個人的に嬉しいのは USB-C の搭載と急速充電ですね。今までの旧モデルだとマイクロ USB 端子で充電していたので、わざわざ USB-C からマイクロ USB への変換アダプターを使って充電していましたが、もうその必要もなくなりました。急速充電も嬉しいポイントで、毎日リモートワークをしていると充電を忘れがちなんですね。ただ1分だけ充電してあげれば、その日の仕事が終わるまでは使い続けることができるので大変助かります。 Amazon を見てみると、旧モデルと新モデルとの価格差はたったの300円程度。特別な理由がない限りは旧モデルを購入する必要はないですよね。ちなみに Amazon では旧モデルと新モデルはこのような型番で表現されています。旧モデルだと MXTB1 で、新モデルだと MXTB2 で、もし購入を検討するのであれば、旧モデル、新モデルを間違えることないように注意してくださいね。2024年買ってよかったもの、ナンバーワンと言ってもいいくらい良い買い物でした。次に紹介するのはこちら、PGYTECH カメラショルダーストラップ Air です。実は前々から狙っていたストラップだったのですが、発売当時にポチり損ねて欲しいカラーの在庫がなかったんですよね。それからしばらく時間が経過して、在庫があるサイトを発見し購入することができました。PGYTECH カメラショルダーストラップ Air の何がいいってこのデザインなんですよね。ほぼ見た目で購入しました。ストラップの長さ調節ができる結び目、こちらですね。これがまたいい味を出しております。僕が購入したのはナイトブラックなんですが、ショルダーパッド部分の裏面にオレンジ色が採用されていて、これがまたいい味を出しております。カメラとの接続にはこちらクイックコネクタを採用しており、片手で簡単に外せる機構となっており、使い勝手がかなり良いです。ストラップって必要な時には必要ですが、外したい時にはすぐサッと外したいですよね。PGYTECH カメラショルダーストラップエアならそれが可能なんです。ストラップの長さを短くしてハンドストラップのように使うのもおすすめです。見た目も使い勝手も求めている方にはおすすめなストラップですよ。ぜひチェックしてみてください。続いて紹介するのがこちら、アンビーの AMTW0D です。普段リモートワークで業務をしているんですけど、Zoom で常に上司とか部下と接続した状態が続いてます。スピーカーから相手の声を出すわけにもいかないので、ワイヤレスイヤホンを使っております。その使っているワイヤレスイヤホンがこちらのアンビーのイヤホンとなります。こちらも新モデルの AMTW02 が登場するまでは、旧モデル AMTW01 を使っていたのですが、この新モデル AMTW02 が発売すると耳にして即予約しました。AMTW02 がパワーアップしている点はこちらです。ブリッジ部分に軟質素材と形状記憶ワイヤーを採用。最大10台のマルチポイントに対応。5分充電で1時間再生可能。旧モデルと比べて明らかに良くなっております。装着感とデバイス接続のスムーズさがとても良いです。装着感はパワーアップしている点でもお話しさせていただいた通り、このブリッジ部分ですね。ここに軟質素材と形状記憶ワイヤーを採用しているおかげで、装着が今まで以上によりスムーズになりました。装着感が良すぎて逆に外し忘れることもしばしばあります。そしてデバイス接続のスムーズさですね。最大10台のマルチポイントに対応しているのですが、接続しているデバイスが音楽再生や動画再生した時にしっかりと切り替えがスムーズなんですよね。使い始める時の接続もより早くなって使い勝手がかなり良くなりました。すでに旧モデルを愛用されている方は新モデルを使うとその進化の違いに驚くこと間違いありません。価格が 17,000円と決して安いわけではないんですが、リモートワークで使うにはかなりおすすめのワイヤレスイヤホンです。お次に紹介するのがこの可愛いミニライト、 TT アーティーザンカメラライトです。
見た目は完全にカメラで使うようなフィルムなんですが、これちゃんとしたライトなんですよね。モデルが2種類あって、このノーマルタイプとマルチタイプがあります。ノーマルタイプは色温度3段階で変更可能、マルチタイプは RGB ライトとなっております。光量も多いわけではなく、 iPhone に搭載されているライトより少し弱いくらい、なので実用性がめちゃくちゃあるわけではないんですが、完全に見た目のデザインだけで購入しました。僕の使い方としては、ブログ用の写真を撮影していると少し光が欲しいかなって思う時があるんですよ。そういう時に使ってみたり、普段はデスクシェルフに設置しておいて、その見た目を楽しんだりすぐ使えるようにしております。決して万人向けという製品ではないんですが、デスクに一つ置いとくとなかなか癒されますね。2つで3500円くらいなんで、そんなに高いわけではないので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ただここだけの話、この作りとしてはですね、なんていうか500円くらいのガチャガチャの景品感は否めません。最後に紹介するのが、10月のリモートワークのお供として暗飲している飲み物、この強炭酸レモンです。もう飲みかけでごめんなさい。2、3年前ぐらいに健康診断で糖尿病判断されたんですよ。その時ってもうリモートワークのストレスから、もうメロンソーダ1日2、3本飲んでて、まあ多分それが原因なんですけど糖尿病になりました。それから食事や飲み物には気を使うようになりました。特に飲み物ですね。これはめちゃくちゃ気をつけるつもりです。糖尿病診断される前までは炭酸ジュースをめちゃくちゃ飲んでたんですよ。こう病気が発覚してからはきっぱりとやめて、水やお茶ばかりを飲んでました。ジュースってやめようと思ったら全然やめれるんですけど、ただ炭酸って結構飲みたくなるんですよね。そこで購入したのがこの強炭酸レモンです。糖類、脂質、炭水化物が 0g、 食塩が 0.004g のみ入っているぐらいなので、1日1本ぐらいなら問題なさそうですね。強炭酸水レモンといってもほのかにレモンの風味がある程度です。現状の僕のリモートワークのお供にはかなりぴったりの飲み物です。健康に気を使いながらも炭酸飲料を摂取したい方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回も2024年10月に買ってよかったものをまとめて紹介しました。いかがだったでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。今後もこのように買ってよかったものや気になったものなどをいろいろと紹介できたらと思うので、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。モチベーションにつながります。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ひらまでした。さようなら。